皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。さあ今日もやっていきましょう。冒険をしましょう。前回の続きですね。はい。でね、これから先ね、ちょっと保険としてちょっと冒険の書を、まあ、1個2個、まあ、3個同じのをね、ちょっと予約じゃないわ、やっていこうと思います。はい、保管していきたいと思います。はい、それではちょっと早速やっていきましょう。はい、これまでのあらすじ者ということで、まあ、デルカダール兵のね、から逃れて、まあ、医師の村に帰ってきましたと。でね、幻影を見て、その現実の医師の村はデルカダール兵によってね、無残な姿に変わり果てていました。で、サクサクはね、悲しみを胸にね、過去の医師の村で出会ったおじいちゃんテオですね、助言に従って大滝にあるね、三角岩を目指し歩みを進めるのであったと。はい、よくぞ戻られました、サクサク殿。はい、ご加護あらんこと。はい、ということでね、今からその三角岩の方にね、ちょっと向かっていきたいと思います。出てね、東の方でしたよね。もうね、あの時の出発の時のね、綺麗な村がこんな変わり果てて、村民とあと可愛いエマちゃん、一体どこに行ったんでしょう。まあどっかにはいるんでしょうけどね。はい、来ましたよ、かっこいい曲とともに。さあ早速ね、馬をね呼んで、馬とともに行きたいと思います。あれ、はいはい、チョコボみたいな感じですね。さあドラクエね、馬が似合いますね。でね、多分ね、前回ちらっと見た時に、こっちのね、最初は洞窟に馬は強い。お、ちょっと待って、馬で倒せるんだこれ。え、知らなかった、馬で倒せる。今倒したよね、馬でね。まあいいや、もう先進めます。はい、でここでね、この先は強い敵がいるからダメだみたいなこと、まあ言われて、どんな敵がいるのか。あれ、敵いなくない、敵いないね。こっちか、こっち行きましょう。おっとっと、まだ馬の操作に慣れてない。はい、おデルカコスタ地方、はい、来ましたね。敵が全然いないですね。敵が、この曲がね、かっこよすぎてね、最近ね、普通に過ごしてるだけでずっと頭をよぎってて、気がついたらね、鼻歌歌ってますよね。鼻、あれ大滝、もしかしてこれ三角岩？嘘でしょ、もっとでっかい荘厳な感じのをこう期待してたんですけど、まあ間違いなくこれですね。よし、わ、タイムカプセルみたい。一つはかなりボロボロだな。あなたがこの手紙を読めるようになった頃、もうこの世には、もう悲しいな、こういうの悲しいな、こういうの。ユグノアの地が魔物に襲われました。精一杯でしたと。心ある人に拾われ立派に成長したら、ユグノアの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。あなたは誇り高きユグノアの王子、そして忘れてはならないのか、大きな使命を背負った勇者でもあります。勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。いずれこの言葉が何を意味するのか分かる時が来るでしょう。うわ、もうなんか悲しいな、これお母さんからだったんだ。俺、あのおじいちゃんの言葉かと思ってた。これおじいちゃん、親愛なる孫サクサクへ。あー、そうか、なんで辛い思いをするってこと、未来のこと分かったんだろうね、あのおじいちゃん。あー、旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石をお前に授けよう。うわー、楽しみだこれ。人を恨んじゃいけないよ、わしはお前のじいじで幸せじゃった。日本昔話を思い出すね。
俺もお前の旅に付き合ってやるぜ。優しい。ここから東にあるんだったな。それでさっさとそこに行こうぜ。と言いたいところだが、その前に俺の目的も果たさせてくれ。なんかあったね。そういえばなんかあったよね。オーブか。デルカダール神殿。よろしくな、サクサク。そうだった、そうだった。よっしゃー、来たよ。今日はね、ストーリーをサクサク進めますよ。サクサクだけにね。でね、見てください。強さ。レベルね、上げてます。16と16に上げてます。皆さんね、ストーリーモードサクサクいくためにレベル上げ全部カットしてます。見てください。お金持ちになったでしょ ?12,301 円持ってます。はい。HP も、HP もだいぶ増えて。OK。ということで、ここから、こっちに行くのか。もうこの辺ね、もう、スーッとスムーズに行きましょう。スムーズドライビング。さあ、こっちですね。お、お、こっちか。ここで、デルカダール神殿にまず行くんだよね。まずここで、これを見てみましょう。看板。デルカダール神殿が向こう。OK。じゃあ、デルカダール神殿もう先に行きましょう。こっちだよね。こっちがデルカダール神殿。ああ、あれかあれか。これだこれだ。もう目の前だったわ、神殿。ここで、なんかすごいマシンみたいな、変なやつがいるけど。おお、蹴り飛ばした。すごいね。ちょっとあの卵のやつ、後で戦ってみよう。これは、馬のまま行けるのか?行けそうだね。あ、降りるのか。はい、デルカダール神殿来ましたよ。ここで、キャンプができるのかな?これこっち行くべきでしょう。まず、これ教会か?何これ?これ多分調べるとか、調べるできないこれ。できないね。じゃあちょっと割っていこう。相変わらずですね。はい。相変わらずの盗賊っぷり。これでもう、これはないね。もう、ないね。上に行こうか。よし、上に行きましょう。すごいね。よいしょ。これ、後ろ向いたら?お、景色いいね。はい。行きますよ。おいおい、どういうことだよこれ。はいはい、行くんだろうな。返事がない。すでに事切れているようだ。返事がない。ただの屍のようだじゃないんだね。ドラゴンクエストのあの名言。返事がない。ただの屍のようだじゃないね。よし。この、こっちに行けっていうことでしょう。宝箱とかないですか?宝箱。ないね。よし。ないなら、この下に行けっていうことなんで行きましょう。ザッザッザッザって。あ、なかった。うわ、倒れてる。おお、びっくりした。コウモリ、これ敵じゃないね。だいぶね、レベル上がって強くなってるからね、ある程度の敵じゃもうビビんないっすよ。おお、びっくりした。これも?こっちか。お、なんかいた、今。なんかいる。あ、ケムケムだ、ケムケム。これ、もう、あれか。よし、とりあえずサクッとクリアしましょうよ。あ、なんかあの時の敵いるね。まあいいか、ちょっと待って。こっち、あれ、ホイミスライムとかいるね。ちょっと戦おう。これは結構厄介じゃない?回復されたら。あ、でも普通に弱えな。お、やばい、かわされた。全然余裕だわ。俺の攻撃も OK、OK、ホイミスライム、これ、この程度ね。よし、OK。こいつも?あ、あそこになんかある。これだ、これだ、ここなんかあるぞ。あれ?外に出れるよ。はい?外出れましたよ。なんかわかんないけど。
宝箱ありそうなんでね、ちょっとね、ちょっと行ってきますね。だって何もないよね、こっちね。これも多分ね、向こう行けないでしょ、これ。うん、行けないから、あ、この間を通れる。通れない。うん、やっぱりね、向こうだね、向こう。これ多分正規ルートじゃない、これ。あ、正規ではなさそう。ただのアイテムか。獣の皮。あ、これだけだね。結局はやっぱりね、あの洞窟探検しないといけないってことですね。はい。よし、じゃあ戻りましょう。はい、ということで、この辺りの敵をね、全部一掃しましょう。なんかあそこで、たむろしてるよ。こいつらじゃあ、倒します。はい、倒し終わりました。この辺もちょっとね、一旦一掃しますね。はい、とりあえず一掃しました。なので進んでいきたいと思います。はい、倒します。もうね、結構ね、このインプとか、あの宝箱に隠れてたやつだよね、前回前々回かのパートで。もうね、一撃で倒せますね。はい、とりあえずね、一掃し終わって、あそこにちらっとね、光るものがあるんで、これを、何これ、これ何これ、取っていいよね。あら、敵か、敵だったのか。まあいいや、倒してやるわ。メタッピ、オッケー。お、強い強い。お、結構強いな。お、なんか素早さも結構あるね。はい、オッケー、一丁上がり。はい、これじゃあ拾いましょう。コウモリの羽ね。これがね、間違いなく敵ということなんで、ちょっとこいつら今から倒します。はい、倒し終わりましたよ。あれ、自分から攻撃できないんだね、あれね。よし、ということで一掃して進むか。はい、宝箱を見つけました。はい、早速開けます。これこっち行けんのかな？行けないね。宝箱があるんでね、ある程度散策はしておかないと。おお、騎士団の服。あ、これ、騎士団の服ってさ、装備上がるんじゃね？ちょっとやってみよう。道具。あれ？道具袋か。これ違う。そういう袋入ってる。お、あったあった。騎士団の服。これ俺装備するよ。お、騎士団員が着用してるかっこいい制服。あ、俺装備できるね。守備力な、ちょっと、あれだな、サクサク、じゃない、カミューが弱いからカミューにしようか。ちょっとでもね。オーケー、ちょっと、装備するわ。オーケー、いいよ。かっこいいんだろうね、今。ちょっとどんな感じに なってるんだろう。装備。変わってねえじゃねえか。オッケー。よし、とりあえず、進んでいきたいと思います。はい、登るとこはね、ここにあったんでね、ここをちょっと登ろうと思います。これはさっきのとこじゃないんで、はい、これ違いますよね。ここさっきのとこではないですよね。ここも、アイテムがどっかにあるのかな？え、これさっきと同じとこか、これ。違うね、違うね、オッケー、違うね。さっきここに石があったもんね。なんかあるでしょ、こっちに。ほらほら、来ましたよ。大好きなものが落ちてるわ。ミミックじゃないことになります。力の指輪。いいじゃん、力の指輪ちょっと装備しよう。はい、力の指輪をね、ちょっと装備したいと思います。うわ、すげえ、攻撃力めっちゃ上がるじゃん。じゃあちょっとこれも神だな。神ちょっと指輪装備してもらいます。よし。いや、僕はね、次の武器屋でめちゃくちゃ、あの、今お金持ちになったから、次の武器屋でいろんな武器いっぱい買おうと思ってね。はい、ということでね、帰ってきました。さあ、ちょっと先に進んでみましょうか。ちょっとね、一回ね、この辺の敵は、ちょっと無視します。こっちにね、降りるとこがあったんで、ここをちょっと降りていきましょう。大体ね、こういうダンジョンっていうのは奥に行くと、あの、強い敵がいてボスがいるっていうのはね、もう定説になってますからね。おい、来た。
あ、逃げていったね。やっぱ俺強いんだろうね、今。先進んでいきましょう。はい、じゃあ進みましょう。お、なんかすげえとこ来たぞ。うわ、フィールドで、キラキラして見えるモンスターはバトルで倒す乗り物を残していきます。モンスターによってさまざまな能力を使えるようです。キラキラしたカラクリエイクも倒す乗ることができます。へえ、そうなんだね。ほう、ちょっと薬草を使っておこうか。神は OK、 これでいいでしょ。これでこの上にだって今宝箱あったもん。よし、喧嘩売ろう。強そう、なんか防御力硬そうだね。あ、全然余裕だって、余裕だった。一撃じゃん。で、乗れるんだよね、こいつもね。え、どうやってね、どうやって乗るの、これ。お、乗れるようになった。この部屋自体が何もないから、まずちょっと待って、まずこれをね、これをゲッチューしよう。ゲッチュー、いいね。魔法の聖水2個、何に使うかわかんないけどね、今後。よし、乗りましょう。これ一回乗ろう。お、ちょっと待って、 R2 でいいじゃん、いいじゃん、これ、これよ、降りる。めっちゃ可愛いこれ。あ、もうこれこのまま、あれか、レシピブック、優しい帽子、いいね。よし、これこのまんまジャンプで向こう、あ、ちょっと待ってよ、この中にサクサクが入ってることを思うとすごい面白い。こっち、こっから行く、あ、行けないか。跳躍はあっても、あの、進むあれはないみたいな。守りの種、いいね、これを持っとこう。あれ、復活してんじゃん。よし、これこのまま行けってことでしょうね。おい、来た、レッドオーブじゃん。なんかすっげえ強そうだけど大丈夫？これ勝てんの本当に、これ。ちょっとゾーンゾーンゾーン、とりあえず A から行こう。強そうだな。うわ、めっちゃ強いな。ボミオスか、やめてくれ。まあでも大丈夫でしょ。うわうわ、ちょっとやべ、ちょっとちょっと、スクルト、スクルトじゃないわ、スクルトしたい、スクルト、逃げろ。やばい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 、ちょっと待てよ、神あと少し耐えてくれよ。こいつ倒すからな。よし、倒した。ちょっと一旦さ、神、ちょっとあれだ、ホイミするわ、俺ホイミ、神にホイミ。よし、いいぞ、神頼むぜ。これ普通の呪文より多分普通に武器の方が効きそう。ボミオスしか知らねえのか、こいつは。本当にもう倒せるな。よし、オッケー、いっちゃがり。はい、本当だね。なんかまた出てきそうな気がするけど、大丈夫？俺は確信したぜ。なんか嬉しいこと言ってくれるね。お前と一緒にいればいつか俺の願いを果たされるとな。まあいつかわかるんでしょう。そうだね。はい、なぜか戦闘シーンは卵。あ、めっちゃ可愛い。
こんなん乗るってこういうことか。ちょっと面白い。ちょっと向こう行こう。一応向こう行こう。あ、もういいのね。もういいのね。これ、火炙りになっても大丈夫だね。よし。降りましょうか。さあ、じゃあね、帰りましょう。帰るときってこれリレミとして帰ったらいいんじゃない？ちょっと待って、リレミとしようよ。神を覚えたよね。降りよう。ちょっと一旦降りよう。神を。呪文。リレミと。あ、俺も知ってるわ。俺やるわ。リレミと。あれ？え？リレミとって消費魔力ゼロか。マジックポイント。よし、じゃあリレミとやります。唱えます。いちいちかっこいいな。うわ、めっちゃかっこいいなこれリレミと普通に、今までだと普通なのにね。はい、ということでね、今から行きますよ。旅立ちの方向でついに旅立ちの時が来ました。さあ、私サクサクね、ついに旅立ちます。はい、ということで今ね、レッドオーブを取り返しました。はい、で次以降からね、今日はこれぐらいにしておきましょう。次以降また新たな冒険として、またやっていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。次回いよいよ旅立ちの祠から旅立ちの時です。また次回もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。サークの部屋、サークでした。皆さんご視聴ありがとうございます。サークです。他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。